惑星ライブスタッキングの機能を使うと木星とか火星の模様が非常にね、綺麗に見ることができますので、それをお楽しみください。こんにちは、すみやです。今日は満月、ウルフムーンですね。今朝、日が昇る前のね、満月をライブ配信しました。満月がね、午前7時27分ぐらいだったかな。 はい。それぐらいだったんですが、その1時間弱ぐらい前までね、撮影できました。ほぼ満月です。ただしね、地平線に近いので、かなりね、扁平になった月が見えていました。ウルフムーンの前半でした。で、今晩ね、ウルフムーンの後半をやりますので、ぜひね、満月ライブにお越しください。日本では見られなかったんですが、 火星色が見られた地域があったようです。火星がね、1月12日に最接近をして、非常に今大きく見えてますね。昨日もこのドブソニアン望遠鏡で星空ライブで火星を見ましたけれども、くっきりと模様が見えています。特に左端に極寒というですね、火星の北極あたりのね、氷が 固まっている白い部分があるんですが、それがくっきりと見えてましたね。それから縦縞がいくつか見えていたりとか、毎日のように火星のね、模様は変わっていきますので、ぜひね、毎日星空ラ,ライブで火星をご一緒に楽しみたいと思います。それから木星もね、昨日は非常にシーイングが良かったのか、細かな模様が見えていました。で特にね、びっくりしたのは大赤藩の 左上のところにね、普段は見慣れないような模様が見えていました。これはね、ひょっとしたら大発見かもしれません。なんかね、とぐろを巻いた蛇のような形にね、見えたので、今年の蛇年を象徴する木星の模様かなというふうにライブではね、非常に話題になったんですけれども、皆さんもね、今夜もひょっとしたらとぐろを巻いた蛇の模様が 木星に見えるかもしれませんので、ぜひ今夜の星空ライブにお越しください。お待ちしております。今夜はね、満月なので、このシースター S50 でね、満月を配信したいと思います。S30 でもいいんですが、こちらより S50 の方が解像度が高いので、こちらでやっています。まあ、ドワーフ3でもね、ライブスタックで画像を高画質化できるので、 ドア3の方が綺麗に見えるんですけれども、月の前を通過するね、飛行機とか、鳥とか、コウモリとか、いろんなね、イベントが楽しめるっていう点で、シースター S50 で見るとね、月の前をいろんなものが通過する場面まで見れますので、ぜひお越しください。お待ちしております。羽田空港と成田空港が近くにあるので、そこから飛んでくる飛行機、次々とね、 千葉市の上空は飛んでくるんですね。まあ、ちょうど満月がそこに差し掛かると、その前を通ると。で、特にね、登ったばかりの満月は、成田空港から飛んでくる飛行機、入ることが多いので、ぜひ期待しててください。深夜になるとね、ちょうど羽田空港を飛び立った、今も飛んでますね。はい。これは成田から来たやつですね。はい。でこういうのがね、月の前を通ると、非常にね、 リアリティがあって楽しいのでぜひお越しください。今夜の満月でいくつの飛行機がこのシースター S50 で撮影している月の前を通るかというのも数えてみたいなと思っているところです。惑星ライブスタッキングの機能を使うと木星とか火星の模様が非常にね、綺麗に見ることができますのでそれをお楽しみください。 それでどうやって撮影してるんですかという質問もあったのでライブの中でいくつか答えてる場面がありますので参考にしてください。やはりね惑星ライブスタッキングを使うと望遠鏡で木星とか火星を見るときには見えなかった細かな模様まで見えてくるのでね非常に楽しいです。ぜひねシャープキャップ4.1のね最新バージョンを使ってもらえれば 惑星ライブスタッキングの機能が最近またね、アップグレードしていますので、ぜひ使ってみてください。今夜もね、木星とか火星をしっかり見たいと思いますので、ぜひ星空ライブにお越しください。あ、今日は満月ライブですね。満月がメインで火星も木星も見ましょうということです。シースター S50 でね、月を映しながら隣で 火星、木星を映しながら、ドワーフ3でアンドロメダ銀河を見ながら、シャープスター130でオリオン大星雲とかね、バラ星雲を見たいと思います。ぜひ皆さん、今夜の満月ライブと火星、最接近中の火星、そして木星の新しい模様、ぜひ見に星空ライブにお越しください。 今夜もお待ちしております。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。エイ、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 エイと五大体勢。